救助会中野号で看護師をしています、鎌谷詩子と申します。今から、救助会中野号での COVID-19 新型、コロナウイルスの感染対策を、施設内で、検体採取体制の構築の経緯などをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、社会福祉法人救助会中野号の簡単な、紹介をしておきます。相模原市にある自然豊かな場所に立地しています。特別養護老人ホーム、従来型、特別養護老人ホームユニット型、そしてショートステイ、デイサービス、グループホーム、ケアハウス、地域包括支援センター、居宅介護支援センターを有しています。その中の特養従来型と、ユニット型に、看護師が常駐しております。高齢者施設における感染対策の現状というキーワードを挙げました。その中でも、介護ワーカーへの教育、指導の重要性を感じ、対策を検討していきました。まず、職員対象の研修をいち早く Zoom を取り入れて実践してきました。そして、ミャンマーから技能実習生を招いていましたので、その実習生対象の研修をしてきました。専門用語が分かりにくいと思いましたので、分かりやすく説明するのと、ひらがなを多用することに注意していきました。あと、ケアハウスの利用者対象の研修も実施しました。利用者対象の研修ですので、必要なことをなるべく簡単に、説明してきました。それを見ていた職員にもかなり、理解していただけたんじゃないかなっていうふうに思っています。そして、新型コロナ感染対策の基準っていうものをたくさん作りました。その時々の感染の状況に合わせて作っていきました。例えば、同居するお子さんが熱を出した時にはどうするかとか、同居されているご主人、夫がの職場で感染が起こった時にはどうするかっていうような基準をたくさん作りました。あと、デスクネッツという職員一斉メールというのがあります。そこで職場での注意喚起だけでなく、日常生活での注意喚起もお知らせしていきました。例えば、公共機関を利用した時とか、外出から帰宅した時にはこんなことに注意しましょうということをリアルタイムで多く発信していきました。研修内容の一つとして PPE の着脱を説明したいと思います。PPE、耳慣れない言葉だったので、みんなに研修で説明しました。パーソナルプロテクティブエキュープメントの略です。主な PPE はこちらで上がっているように、マスク、手袋、エプロン、ゴーグル、フェイスシールド、キャップ、シューズカバーなどです。この図に示しているような感じになります。そして、マスクの正しい着け方、正しい外し方を説明しました。手袋の正しい外し方も説明しました。一番難しかったのはエプロンの正しい外し方です。どこが汚染されているのかっていうのを注意しながら、外していくっていう方法を説明しました。それでは動画を見ていただきます。それでは個人防護具を着用していきます。必要物品から説明していきます。まず、手指消毒用のアルコール、キャップ、マスク、ガウン、手袋、
フェイスシールドとシューズカバーになります。それでは着用していきます。まず手をアルコールで消毒します。指輪や腕時計、ペンなどを差している方はあらかじめ外しておきましょう。手をしっかり消毒できたらキャップをつけます。髪の長い方はあらかじめ髪の毛を結んでおくと良いでしょう。髪の毛はすべて中に入れます。次にマスクです。マスクは針金の入っている部分が上になります。そして表と裏ですけれども、ひだが下向きになるようにこちらが表になります。真ん中の方で折り線をつけてつけていきます。しっかり伸ばして密着させていきます。次にガウンを着ていきます。後ろで紐を結びます。次に手袋をつけていきます。手袋はガウンの袖口をしっかりかぶせましょう。できるだけ体が表出しないようにしていきます。次にフェイスシールドをつけていきます。最後にシューズカバーをつけていきます。それで終わります。はい、それでは個人防護具を脱いでいきます。個人防護具は着用するときよりも脱ぐときがとても大事になっていきますので、脱ぐ順番を守っていきましょう。感染源を広げないために汚染度の高い順で脱いでいきます。まず手袋から脱いでいきます。手袋は表面が汚れていますので、まず表面を持ち上げ、中表になるように脱いでいきます。ゆっくりと丁寧に脱いでいきましょう。丸め込んだら、脱いだ手袋で中に指を入れ、そっと脱ぎます。表面に触らないように脱いでいきます。ラスクのゴミ箱に入れていきます。一度アルコールで手を消毒していきましょう。次にエプロンを脱いでいきます。エプロンは首の後ろを一切り表面を触らないようにしていきます。袖は指の方に
中に手を入れ、そっと脱ぎます。外側に触らないように脱いでいきましょう。脱いだらゴミ箱へ入れていきます。アルコールで消毒をします。フェイスシールドを脱いでいきます。フェイスシールドは後ろのゴムを持ち前の方に出し捨てていきます。アルコールで手指消毒を行います。次にシューズカバーを脱いでいきます。シューズカバーは内側に指を入れ外側に触れないように脱いでいきましょう。そのままゴミ箱へ入れます。またアルコールで消毒をしていきます。それでは次にキャップを脱いでいきます。キャップは後ろの方に指を入れそっと外します。表面に触らないようにゴミ箱へ入れます。アルコール消毒をしていきます。次にマスクを外します。マスクは表面に触らないようにゴムの部分を持って外します。そっとゴミ箱に入れます。アルコール消毒を行います。これで終わります。次に高齢者の発熱症状の見極めというキーワードを挙げました。高齢者が発熱する原因として、尿路感染症や特養では看取りっていうものを、実施していますので、看取り機における脱水による発熱、それ以外にこもり熱という衣服を着たままでお布団に入ると体温によりこもって発熱するっていう、症状もあります。これは尿路感染による発熱かなと思いながらも、コロナに感染しているかもしれないと考えながら、クラスターを予防するために、きちっとした対策が必要でした。そうすると病院に受診していただかなくてはならないです。そうすると病院受診によって感染のリスクが増大するんじゃないかという不安がありました。あとインフルエンザやノロウイルスの検査をは施設でも実施していましたので、この COVID-19 の検査も施設内でできないかなっていう思いがありました。もう一つのキーワードとして高齢者施設での隔離です。隔離といっても高齢者施設ではとっても大変なことなんです。認知症、ほとんどの方が認知症です。安静が保てない、隔離を理解してもらえない、そして隔離した部屋でのケアや観察を実施するためにはかなりの人員が必要になってきます。そして陰性が確認されるまでの隔離を継続する間、ケア負担がかなり増大するということです。それでもクラスターを予防するためにはとても大切なことだったのです。そこで
なるべく早期に検査を実施し、結果を確定したいなっていう思いがありました。そういう時に神奈川県の、検査モデルっていう話をいただきました。病院と連携した、検査体制を作りたいと考えました。今では特養でも検査キットを施設で購入し、PCR の検査機器なんかも導入しているところがあるといいます。でも、中野郷では病院と連携するっていうところを大事にしたいなと思いました。その理由として陽性が判明した後も保健所などへの連携の対応がスムーズになることと、陰性であってもその後にお薬の処方など必要な対応がすぐにできること、あと、受診するとき、病院を受診するときに病院側の安心、感染を持ち込むリスクなどの担保になるかなっていうふうに考えました。そして病院に理解を求めるプレゼンテーションを実施しました。これには、神奈川県の政策局の方にも、協力していただき、その必要性を説明していただき、中野郷の方からも高齢者施設における検査モデルという資料を持参し、プレゼンテーションを実施しました。その結果、病院の医師、院長や市長、事務長などの理解を得て、施設内で検査レクチャーも受けて体制を構築したのです。そして、検査モデルのフローっていうものも作りました。まず発熱者が、施設で発生すると隔離という、感染対策をまず取ります。その次に、医師の方指示、包括的指示を前もっていただいておきましたので、その指示にのっとって、検査を実施するという体制です。まずはじめに、検査キットによる抗原の検査をしました。で、陽性になると医師に、病院に連絡し、コロナの対応をしていきます。抗原検査が陰性ですと、PCR 検査に進んでいくという体制です。 PCR 検査の結果が陰性を確認した後に、施設内で通常の対応で経過を見ていくっていうフローを作成しています。そして中野郷においても施設内で体制の整備の強化に努めました。検査体制を詳しく示した資料を作ったり、検査の手順を作成したり、そうですね、病院や、検査施設への連絡の手順書を作成したり、あと病院でファックスをやり取りする連絡表を、作成しました。そしていよいよ、検体採取の実際ということで、かなりハイリスクを意識して、施設ナースによって練習を、重ねていきました。写真にあるように PPE の完全防備にしました。飛沫感染ということですので、 N95 のマスクをつけたり、フェイスガードをつけたり、あと、検体を採取する手の手袋を二重にしたりっていう工夫をしました。そして施設内では人形を用いて、練習をしました。当初はアクリル板で、利用者の方々を覆うっていう方法を使っていました。でも PPE の利用を確実にすることで、感染のリスクが下がるというふうに言われていましたので、今ではアクリル板は使用せずに検体を採取しています。検体採取の実際です。この写真にあるのが必要物品で、練習風景も、写真に入れました。そして抗原検査です。あらかじめ病院から検査キットを、いただいてあります。
そして鼻腔拭い液でを採取します。15分で結果が判定されます。陽性でしたら直ちに病院に連絡を入れます。陰性ですとそのまま PCR 検査の方に移行していきます。この写真は必要物品です。次に、抗原検査の動画を見ていただきます。それでは今から抗原検査の練習を行いたいと思います。まず最初に、必要物品の紹介をします。これが検体を採取するスワブです。こちらが採取した、容器です。採取したいものですね。で、こちらの検査キットはあらかじめ不活化液を容器の中にこの印のところまで入れて持っていきます。でキャップをして用意しておきます。でこちらが今回使います COVID-19 の検査キットです。でそれではこちらの人形を使って実際の練習方法を行っていきたいと思います。まず最初に、今日はこちらの検査キットはちょっと使わないので、あらかじめ練習用で用意しましたインフルエンザのキットを使って液体を垂らすところを行いたいと思います。でまずスワブを取り出します。こちらの、白い部分、これを鼻腔内に押し進めて検体を採取します。で2人で必ず行います。1人は安全面を考慮して頭を固定します。ゆっくりと第二関節分 4,5 センチほど鼻腔内に押し進めていきます。だいたいこの長さですね。ではゆっくりと進めていきます。鼻の中にちょっと綿棒が入ります。挿入しましたら5回ほどゆっくりと回します。 1,2,3,4,5。 そしてこの時に引き抜く時に大事なのが、くしゃみをすることが多いので少し体をちょっと離します。で飛沫を浴びないようにフェイスシールドを必ず装着して行います。じゃあ引き抜きますね。このようにゆっくりと引き抜いて、先端部分が粘液で濡れていれば採取完了です。次にこの取りました粘液をこちらの不活化液が入った容器に今回は入れます。ちょっとこう見た状態でゆっくりとこの容器の中に押し進めていきます。で5回ほどゆっくりと回します。1,2,3,4,5。でこの容器は柔らかいので、スワブを引き抜く際に少ししごくような形でゆっくりと引き抜いていきます。これで採取できました。こちらのスワブはこちらのゴミ袋の中に入れておきます。でこの容器のキャップがありますので、これをセットします。セットしてこんな形ですね。でこちらの検査キットのこの部分ですね、分かりますか？2滴って書いてある部分、この部分に、このキットの場合は滴下数は2滴です。であらかじめこのキットの場合は5分ですので、5分タイマーをセットしておきます。そしてゆっくりと先ほどの部分に2滴滴下します。1,2でスタートボタンを押します。これで2分後に判定結果が出ます。ちなみにこちらの COVID-19 の場合はこちらに作ったんですが、先ほどの部分と同じここに5滴垂らします。
で検査時間は15分タイマーをセットします。そして15分後にアルファベットの C と T のところに赤いラインが出た場合は陽性反応なので病院に連絡を行います。 C のラインのみの場合は陰性なので PCR 検査実施していきます。上に示してあります C 以外の T のラインもしくは C と T 両方出ない場合は判定不能ということでもう一度再検査を実施していきます。終了しましたらこれらの必要物品はすべてゴミ箱に廃棄します。で手袋を二重で行っておりますので外します。中は清潔なのでこれも入れます。そしてこの部分を持って縛ってこちらになりますペダル式の蓋付きのゴミ箱の中に廃棄します。アルコールで最後消毒をして検査終了です。以上で終了します。そして、PCR 検査も、説明しておきます。スマートアンプ4っていうものを導入しています。これは、迅速に結果が判定され精度もかなり高いと聞いています。このスマートアンプ4に関しては、県の担当の方から、後で説明があると思いますのでよく聞いてください。で、検査会社である SS ダナホームさんというところと病院が契約していただいて施設で検査キットを取り寄せてあります。で抗原検査が陰性ですと PCR 検査スマートアンプ4に移っていきます。それと同時にバイク便即配という、輸送会社の業者にを手配します。それから鼻腔の拭い液を取ってバイク便が到着して、運んでいただきます。午前中にバイク便の手配ができていればその日のうちの14時から17時の間に、結果が判明します。そして結果は電話と、メールで送られてくるっていう体制でした。こちらの写真に示してあるのが、スマートアンプ4の必要物品です。中央にあるスピッツの中には、不活化液が入っています。隣のスワブで、鼻腔の拭い液を取って、小さいチャック袋に入れそれをまた大きいチャック袋に入れそしてプチプチの袋に入れあと小さい段ボールに梱包して、セーフティーシールを貼るっていう形になります。で、即配便の業者にお渡しして依頼するという形をとっていました。あと、検査モデルの期間として令和3年2月17日から3月19日の約1ヶ月間です。中野号3例、検査を実施しましたが全て陰性でした。そして、現在も全く同じ体制でこの検査を継続しています。で6月20日現在、検査数は30ありますけど全て陰性を保っています。検査体制が構築できたその結果です。病院受診の機会が減少しました。そのおかげで感染のリスクが減少したなっていうふうに感じています。もちろんクラスター予防もできたんですが、それ以外に入居者の病院へ行くという負担の軽減につながりあと看護職員の業務負担の軽減にもつながったと思っています。あと、早期に結果が判明できましたのでこれもクラスター予防につながりますがそれ以外にも隔離時間の短縮による介護職員の負担が軽減されました。そして PPE 個人防護具の使用も減少し
コスト削減にもつながったなっていうふうに思っています。考察と課題です。看護職員による感染対策の研修などを平時から参加できていたため、この検査体制が構築できたなと思っています。看護職員だけでなく、この検査体制のおかげで施設職員全体の意識が高まったなっていうふうに思っています。あとは看護職員はもともと意識が高いです。それをうまく活用して、こういうことを進めていくっていうことが大事かなと思っています。現に、近隣の施設でも中野坊でこの検査体制を構築したっていうお話をすると、ぜひ自分の施設でもやっていきたいなっていう意見は、多かったです。そして体制を構築するためには施設病院スタッフの理解がとても必要になってきます。こんな時、今回のように公的な仲介や後押しがいただければスムーズに進むなと思います。あと施設、看護師職員のレベルを評価する仕組みが必要かなとも思っています。看護師のレベルというか、移行によっては実践できない施設なんかもあるかなと思いますが、やる気を出してもらうためにも、加算や補助金などの制度ができればいいなとも思っています。給助会中野坊では今も感染者ゼロをキープさせてもらっています。ワンチームで乗り越えましょうということをスローガンに掲げました。本日はご清聴ありがとうございました。